はい、田中元気です。今日は7月の23日、今日はですね、なんとコロナの感染者が366人でしたかね。緊急事態宣言が解除する前、そして解除後も合わせて、366人というのは、まあ、過去最高の人数になっています。感染者がですね、これはね、本当に、まあ、僕はもともともう予想はしていました。200人からあるいはもう500人ぐらいまでの間、あの人数で、推移していくのではないかなというふうに、予想はしていたんですけれども、まあ、こんなに早く300人を超えてくるというのはね、予想外でしたね。もう少し時間をかけてじわじわと増えていくのかなという感じはしていたんですけれどもね、いやでも本当に、いきなり366名ということで、これからね、もしかしたら本当に400人500人と増えていくのも、あっという間に増えていってしまうのかもしれません。まあね、このまま増えていくと、可能性としてはですね、また、まあ、この状況を抑え込まなければいけないというふうになってくると、もしかしたら緊急事態宣言がまた出される可能性もないとは言い切れないです。まあ、一回緊急事態宣言を出して、まあ、経済がね、非常に疲弊してしまってまずいことになってしまったのでね、まあ、政府ではできるだけそれは避けたいというふうに思っているとは思うんですけれども、さすがにこの調子でどん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 感染者が増えていくと、もう抑えざるを得なくなってくるのではないかなというふうに思います。まあ、過去1回ね、その緊急事態宣言を出して、まあ、経済がかなりボロボロになってしまっていて、まあ、今でもですね、まあ、非正規雇用で働いていた人たちが、まあ、首を切られて日常をね、普通の生活を送ることが本当に困難になっているという方も 今でもね、非常に多いと思います。で、まあ、学生さんなんかもね、アルバイトをやってたのを首を切られて、まあ、学費が払えなくなってしまったり、大学を辞めなきゃいけなくなってね、そういう状況の方、学生さんも非常に多いのではないかなというふうに思います。で、これから先ですね、また同じような緊急事態宣言が発令されてということになると、もう本当に経済がね、どうなってってしまうのかというのは、もう本当に予想がつかないぐらいガタガタになってしまう可能性が高いです。もう世界的にまだですね、あのコロナ感染者がどん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 増えていってる状況ですので、この先本当にね、まだこう予想できないですけれどもね、どういうふうになっていくのかというのは、まあ、薬がまあ開発されて市場に出回らない限りは、まあ、経済をね、回していこうとするとどうしても、人の動きというのは抑え込んでしまうと経済が回らなくなってしまうので、ある程度やはりこう経済を回していくには人の動きというのは、これはもう仕方がない、ですよね。そこら辺のね、そのバランスをどのぐらいで取っていったらいいのかというのはね、非常に難しい問題ではありますが、とりあえずですね、私たちができることは、まあ、たくさんの人たちがね、こう使うものだとか、まあ、あの飲食店などで使う調味料だとかですね、そういったものであるとか、まあ、ガソリンスタンドでこう入れる給油をするね、ものだとか、あるいはそのタッチパネルとかですよね、皆さんが触るようなタッチパネル、まあ、ガソリンスタンドもそうですよね。今セルフだとみんなタッチパネルになってます。そういったところで、
まあ一人一人みんな使った後に消毒してるわけではないでしょうから、まあそういったところに触ってしまった時はですね、必ずその後に、まあ手洗いをしたり、手の消毒を行ったりということをやらないと、もう本当に感染のリスクが高まってしまうので、で若い人はですね、本当に感染しても症状が出ない人っていうのもかなり多い、状況なので、まあとはいえ感染してしまっている方はですね、症状が出なくてもいろいろなところに、まあ出歩いて人と接触することによって、自分が、まあ、感染している自覚がないまま周りにこうどん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 移してしまうという現象が起きてしまう可能性が高いわけです。これはですね、本当に怖い日ですよね。自分で自覚してないわけですから、その上でまあ周りの人に撒き散らしてしまっているという状況が生まれてしまうわけです。ですからまあ爆発的にね、どん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 感染者が増えていってしまうということになってしまうわけです。なんとかですね、皆さんその言った状況を少しでも抑えるために、一人一人の意識がやはり大切ではないでしょうか。外に出歩いたらですね、人が触るようなドアノブもそうですし、何でもそうです。人が触るようなものに触ってしまった場合は、必ずすぐに手洗いをしたり消毒したりすると、まあすぐにね、そういったものが手に入らない場合は、消毒するようなものが手に入らなかったりする場合は、もう顔だとか、目だとか鼻だとか、この近辺には絶対に触らないと。で、洗ってからではないとね、その手を近づけたりしないということを徹底しないと本当に危険です。ぜひともですね、皆さんコロナにはもう無自覚のうちに感染してしまうというのがね、もう本当に一番怖いので、これだけはね、避けるように皆さん一人一人こう自覚を持って生活していただければなというふうに思っております。はい、これ以上ね、感染を広げないために皆さん一人一人、そういった気をつけて生活をしていくように、しましょう。それでは失礼します。